ゼロから教えて、ホリエモン。何かとね、ツイッターの買収とか、テスラとかね、スペース X とか、そういったものでですね、いつも話題を振りまいているアメリカのイーロン・マスクさんがですね、あの人はもういろんなことやってますね。僕も多動力ですけれども、イーロン・マスクさんも多動力だと思いますが、ニューラリンクというですね、脳とですね、電子機器を結びつける、いわゆる BMI、ブレインマシンインターフェースと言われるものなんですけれども、なかなかね、この分野もね、進化が、遅かった分野なんですけれども、そこにグイッと切り込んでいったイーロン・マスクさん、なんとそのベンチャーを作って、400億円ぐらい調達をしておりましてですね、その発表会がですね、先日行われまして、あと半年以内にですね、このデバイスが、アメリカの FDA ですね、に認可されれば、人間の脳にも埋め込めるということでですね、そのデバイスの発表が、行われました。この電極というかですね、デバイス自体は、チップ自体はですね、25セント高価くらい、日本で言ったらどうですかね、10円玉ぐらいのサイズですか、こういったものをですね、自動で、頭蓋骨を開けて、そこにこう埋め込む、まあ、手術用のロボットまでできちゃってですね、しかもですね、これまでよりめちゃくちゃ非侵襲的、つまり傷口を浅くしてですね、できるということで、これをまあ埋め込んだ猿がですね、なんと、キーボードで文字を叩いて、文字を入力することができるなんてこともですね、実験では分かっているということで、ものすごい進化なんじゃないかなと思います。脳のデータを読み取るだけじゃなくて、その電極を通じてですね、外の外界の情報を人間の頭の中に入れるということで、例えば 目が見えない人がですね、直接その電極を経由してカメラから目が見えるようになるとかですね、目は見えないんですけれども、画像は見える、映像は見えるというような状態が可能になったりとか、まあ、逆にですね、体の動かない人たち、麻痺している人たちの足とか手をですね、コントロールできたりとか、そういった未来がなんとですね、1年以内に来るかもしれないということで、めちゃくちゃ僕も期待しておりますということで、今日はですね、イーロン・マスクさんのニューラリンクについて解説させていただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。